行儀芝は、単子用植物稲か行儀芝族の多年草。極癖の低い草で芝不条に生えることが多い。芝族とよく似ており、混同されることも多いが、以下のように様々な点で異なっている。行儀芝の名の由来は不明である。一説には、茎に対して左右交互に行儀よく葉が並ぶことから、行儀芝となったのではないかとも言われる。また、 工房大師に名を取った、工房麦に似ることから、別の構想である行器の名をつけたという説もある。茎は地表を這い、節ごとに葉をつける。茎は非常に丈夫で硬く、断面はやや楕円型をしている。節々から根を出して、しっかりと地表に固定し、あちこちで枝を出して広く、地表を覆う。茎の表面には、艶があり、赤みを帯びる。少々踏まれても潰れることはない。 節ごとに短い枝を出し、やや立ち上がることもある。葉は節ごとに出て、少し幼少になって茎を抱え、先端は葉となって細く伸びる。葉の部分は緑色で、艶がなく、ほぼ地表と水平に広がるか、少し斜め上に向く。家形は歩幅形から出て直立し、高さは10から30センチメートル、その先端にだいたい4本の果軸をつける。 下軸はほぼ水平に放射状に伸び、下面にほぼ一面につける。こぼには柄がなく、軸に密着する。こぼは卵状楕円形で左右に扁平、緑色で時には紫を帯びる。小花は一つだけを含む。第一、第二方へは細く、ほとんどこぼを包まない。森へはこぼの大部分を包んでいて、竜骨には毛が生える。グラウンドや学校の校庭など、 草の少ない乾燥したら地に出ることが多い。海岸にもよく出現する。非常に踏みつけに強く、人通りの多い場所にも生える。芝生にも使うことがあり、家畜飼料として用いられる場合もある。しかし、不要な場所では雑草となり、その場合には、節ごとに根を下ろしているため、橋を持って引っ張っても必ず茎のどこかが残ってしまい、駆除が難しい。 特に踏みつけの多い場所では芝を圧倒する。日本全土に普通に散し、世界中の団地に広く分布する。なお、むやみに大きいものがあり、編集、大行儀芝と呼ばれることがある。芝などと同様に緑化に用いられるほか、牧草としても用いられる。これらの用途では、英語のバミューダグラスの名で呼ばれることが多い。地表ハウス型は芝にも似る。区別点は戦術の通り。 ほの形は、メヒシバ類、オヒゲシバ類なども似ているが、メヒシバとは、コボが腹配に扁平であること、オヒゲシバは、コボに、脱ぎがあるので区別できる。また、どちらも、行儀シバほど、広く配回らない。行儀シバ族は、世界で10種ほど知られているが、日本に生息するのは、この一種のみ。ありがとうございます。